チャンネルの登録者数が100人達成しました。いつも動画を見てくださってる皆様、チャンネル登録してくださってる皆様のおかげです。本当にありがとうございます。このチャンネルをね、作った時の目標の一つが100人、チャンネル登録者数100人だったので、一つ目標が叶いました。とっても嬉しいです。2021年にね、このチャンネルは開設したんですけど、その時はね、動画を上げたり上げなかったり、上げたとしても感覚が空いたりしてね、そんなにね、こう真剣に取り組んでいる感じではなかったんです。去年にね、3人目ができて、家で副業ができたらいいなと思って、その時ね、 YouTube をねちょうどやってたんで、これを真剣に取り組んでみようと思って頑張りました。まあ、それでも頑張り始めたのが去年の5月の6月ぐらいからなんですけど、動画を規則的に上げてるんですけど、全然チャンネル登録数も伸びないし、心が折れかけてたんですけど、8月にこの実家のお部屋シリーズを始めて、チャンネル登録者数がね、少しずつ伸びていって、で、見える形でね、部屋も綺麗になっていってね、それがモチベーションにつながって、ここまで来ることができました。目に見えるモチベーション、部屋が綺麗になったり、チャンネル登録者数が増えたり、コメントをいただいたり、こういうのがね、やる気につながって、100人まで達成することができました。次はね、500人、1000人と目指して頑張っていこうと思います。他の部屋シリーズは100日までにね、部屋をきれいにしていきたいなっていう目標が一つあるのと、自分家の方のね、お部屋なんですね、やっぱりちょっとお部屋で。子供をね、きれいな部屋でさせたいっていう目標があるので、それに向かってね、部屋をきれいにしていくシリーズを始めようと思います。気長にね、暇つぶし程度に見てくださると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。